大分県立美術館3階ホワイ大分県立美術館の建築模型大分県立美術館は大分県大分市小吹町にある公立の美術館である。2015年4月24日に開館した。地上4階地下1階で床面積は延べ約16,800平方メートル。国道197号に面して展示ゾーン、その北西側奥に管理。 収蔵ゾーンが廃される。美術館と昭和通りを挟んで隣接するオアシス広場21との間はペデストリアンデッキでつながっている。1階の展示室は3型をアトリウムで囲まれ、アトリウムを介して外部につながる開かれた展示空間とされる。アトリウムと外部と押し切る水平折り度は高さ6メートルまで開くことができ、開放するとアトリウムは外部とつながった。 パブリックスペースになる。3階は大分県産材で包んだ箱をガラスで覆った外観とされ、ホワイエは天井が竹工芸をモチーフにした骨組みで組まれ、中庭を投稿性の幕で覆って光が導かれている。設計は建築界のノーベル賞と言われる米プリツカー賞を受賞した坂茂ゲルが設立した建築設計事務所株式会社。 坂茂建築設計による。なお、2015年度時ア日本建築大賞受賞時には、同社の坂茂平賀信隆、菅井啓太の3名が、設計者とされている。オパムのネーミング、シンボルマークデザイン、サインデザイン、コミュニケーションデザインは、コミュニケーションデザイン研究所の平野慶子、駆動成績が言った。思考は、鹿島建設と、 バイリン建設の共同企業体が担当し、2013年4月12日に着工、2014年11月に竣工した。建設前の美術館敷地。中央はオアシス広場21。1977年9月に開館した大分県立芸術会館が老朽化していること等を踏まえて、大分県では2010年1月から、 大分県美術館構想検討委員会を開催し、新しい県立美術館の必要性やあり方などについて検討を行った。同委員会は、同年11月25日に新たな美術館が必要である旨を広瀬勝貞知事に答申。新美術館については、別府市や湯布市が誘致を表明していた。答申を受けて、同年12月翌1月に行われた県民からの 意見募集では95%が新美術館の建設を支持し90%が芸術会館とは別の場所での建て替えが好ましいとした。建設場所としては大分市52%、別府市36%、湯部市10%の順で支持を集めた。大分県では委員会の答申を受けて2011年2月に美術館を新設する方針を表明。 同年5月30日に、大分市のオアシス広場21の国道197号を挟んだ北側の土地に、2015年春までの完成を目指して建設されることが発表された。2011年12月1日には、民所清野寮委員長とする選定委員会によって、坂茂建築設計の平賀信隆が設計者に選定された。 芸術会館は2014年12月から休館し、2015年3月末をもって廃止された。芸術会館の所蔵品、約5000点は、県立美術館に引き継がれた。町中市局県立美術館に関する情報を発信するために、2012年5月22日に、大分市中央町のガレリア地区町内の空き店舗に、県立美術館町中市局が開設された。 町中支局では、県立美術館の模型等が展示されたほか、芸術会館の所蔵品の紹介等が行われた。町中支局は、県立美術館会館の1ヶ月前の2015年3月23日に閉館した。ありがとうございます。